ゲンガじゃあ、ジャンボダンちゃん今度ゲンガじゃあ、やる気ないやピースじゃあ、やる気ないちゃうねハンカってんねおいで、やる気ないすら今日はヤンキーとインキャのディベート対決やりますね、これ簡単ですよということで、今からですね、タクちゃんが、お題を3つ出しますので、はい、それに対して、今からディベート対決をしていきたいと思うんですけども。はい。なるんですかディベート対決。本当にディベートっていうか、一方的な気がするんですけど。あっ!おほほ!5 秒、もう言い返せへんくなったら、もう負けとなってますんでね。なるほど。わかりました。ました。なるほどって。それではやっていきましょう。じゃあ、ラッシュスタール!キング・ジョージ。1個目は、アイドル。嵐派か BTS 派の討論。国民的アイドルっつったら嵐さん、翔くん。はい。あ、負け、もう負けるんだ。BTS のメンバー全員言えますよね。楽勝ですね。勉強してきました。サンミン、フンミン、サンフン。サンサンフンミン。ほんまに。ディベート対決よーい。スタート。ですね、まずですね、あの BTS というのは最近、はい、アメリカのビルボードチャートにランクインしました。ありがとうございます。そんなんな関係あらへんよ。嵐は我が国日本大日本帝国のあの国民的アイドルやから。ちょっと待ってくださいよ。嵐と言っても代表曲私2曲ぐらいしか知りませんけど。僕なんもおっさんには興味ないですから。はい。2曲しか知らないんですか。知らないです。あれの人たちが曲を出すためにオリオンチャート絶対全部1位なんですよ。それ日本の話です。それこちら世界ですから。ちっちゃ規模がちっちゃいの中の買わず反論どうぞ。お前ら日本のおごり持ってへんのか。やめてお前ら外国の人らに媚び売りやがってよ。そうやって外国の人に媚び売らない何も生活できへんのか。そうこれ。まあそうやって暴言ばかり言って、ちょっとスーパー行ってバター買ってきてください。了解です。あ、すいません。BTS 出ちゃいました。お前それなんだ。俺にもなってへんわ。じゃあ私が取ったデータによりますとですね、まあ、嵐、最近オウムサトシさん、休止されてますよね。あれなぜなんですか。嵐全員が休止。嵐っていうのが活動休止しとる。なぜなんですか。それがレアやから。BTS は今も続いているのに、嵐は今は休止中。お前 BTS 今何年やねん。お前25周年ぐらいしとんねん。25周年もずっとアイドルで働いてんねん。日本人の誇りを持って。今地球って生まれてから何年経ちました。おー話が2022年の中の25周年あらあら狭い。ちょっと待ってこいつバカおった。何が ?2022 年って西暦の話で、地球が誕生してから何年経ってるんすけ。いや、ちなみにそういうことじゃなくて。頭悪い。わかりました。とても大事なことを言いましょう。もうここで論破します。はい。BTS というのはですね、はいはい、日本の人気から見ても女子高生人気、今かなりあります。うん、かといって、嵐が好きな女の子。最近聞きませんね。まあ、ここで分かってるんじゃないでしょうか。TikTok 使われてる音源は大体 BTS。ということは BTS の勝利です。違うな。BTS って何の略か知ってるか。ブサイクな、しょぼい男。もう略や。いいよ、おいしょ。あ、色あるんけ。知らない。サングラスの人は BTS の、あれ、なんかあるんですか。おい、マジ BTS の曲一個も知らんし、顔も一個も出てこい。だから BTS のあれは何なんですか。 BTS? ボケのチビたちが集まる、しょっぱい。全然思んない。すいません。あの、サングラスで隠れてますけど、目線が全部右上に向いてます。うちのジャンボくん、あの、BTS の役、とても面白いですから、書いといてください。言ってくれよ。僕の、ショタオ。ないです。おい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 、こいつら、胃の中のガーズとか言ってたけど、身内のリニットこだわってるやつ、これこそ、鍋の中の小鍋。この子何ですか。この子何ですか。僕も正義者。ちょっと違うとこ。正義者。鍋の中の僕もじゃあこうしましょう。僕たちの認知度で、あなたたち嵐歌っていいです。僕ら BTS 歌います。一曲一曲歌詞のワンフレーズ歌っていって、先に負けた方が負けでいいんじゃないですか。そうだな。そっちがほんまはっきりとした愛伝わんもんね。はい、そうですよね。じゃあほんま勝負しようか。行きましょう。うん、嵐からどうぞ。思い出ずっとずっと忘れない空。カラオケ54点。だん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 
とりあえずな、お前ら BTS の歌歌ってみや。歌えますよ。歌えよ。韓国語。ワン、ツー、シー、フォー。チグムミョシエヨ、カズマチエニダー、クサミダー。挑戦やな。サミダー、キブチレメン、ゴメン。いや、スクスク。チグムミョスクスク。カン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 。いや、もう、勝敗ははっきりしています。ヤンキー！いくらお客さんなんですか？キングジョージ。それでは第2回ディベート対決。クリスマスにホテルに行かない人、行く人。わかります。それでは第2回戦よスタート。あのですね、まずクリスマス、あのラブホテル、あの常に満員です、はい。あれなんでなんですか？聞きたいんですか？こいつら、チェリーや。そう、チェリーじゃねえし。チェリーじゃねえし。違います。チェリーじゃねえし。じゃあ今年のクリスマス何するんですか？はい。あの俺、ちなみに普通にこれとデートすんな。あなたは？俺も、そうやな。おかんのおばくんな。僕たちは違いますよ。はい、勉強です。じゃあ、例えばの話を。はい、はい。例えば、君ら今、女性、あの、彼女がいないねんけど、はい。彼女がいる話しよう。いるとしよう。はい。クリスマスお前ら勉強するんか？します。します。それはお前ら多分自分の考えと思うねん。それ彼女のこと一個も覚えてない。すいません。日本の男子とするんやったら彼女を第一に考えての男やと思う。あ、すいません。僕彼女とデートすることも勉強だと思ってますので。恋愛の勉強です。あの、僕思うんですけど、はい、最近の大学生、はい、最後がやるって思ってません？思ってない。これがゴールだと思っていたら、うん、恋愛って楽しくないですよ。聞く言っていい。お前らだけやで。そのホテル行ったらやるっていうのをお前らだけやで。ちなみにホテル行ったら普通に別にあのケンタッキー頼んで楽しいあのクリスマス過ごしてもプレゼント交換することもできます。絶対だから。はい。あの、親と一緒に暮らしてるカップルとかやったら、だからクリスマス一緒に過ごしたいから、泊まるとこないからホテル行ったりすんねん。お前ら、知能が低すぎるからホテル行ったらやるって思ってるだけやろ。違うねん、全然。逆にホテル行ってやらなかったことあるんですか？ない、あるよ。ない、あるよ。ない、あるよ。ない、ある。言葉出てますよ、心の。あるに決まってるやん。でも、あの、する、セックスをすることは、女の子を楽しませることにもつながるんや。違いますよ。違います。あの、現に嫌がってる女の子もいますから、はい、あなたたちみたいなそういう、あらいあらいなんかそういうやつやって、はい、お前らどんな想像してる？あらいあらい。あの、まず、あの、横にいる、あの、坊主の方、あれ、ピストめっちゃ速いです。めちゃくちゃ速そうです。とりあえず、ピストはね。あー、ちょっと待って。ちなみに。あー、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。待って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 。待て待て、この流れ良くないから話変えよう。君は黙れ。待て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 。彼の必殺技がピストンが速い。はい、彼は、あの、男性の一物がですね、はい、かなり大きい方です。あら立派。これはもう僕たちは見てます。はい、あの大きいです。はい。待て待て。流れが良くないぞ、これ。よくの方のエピソード一つ話します。はい。ジャンボさん、あの、聞いた話を。はい。聞いた話によりますと、ね。もう1分でまとめてください。はい。彼女と行為をやっていました。行っていました。はい、こいつが2回でですね。はい。2回手でそれとか言うな。やっと入れよう。1。はい。2、はい。さ、で、ドピュー。嘘でしょ？嘘でしょ？そんなことあるんですか？ミコス違反のキングです。そんな人が聖なる夜に、神様も冒涜してますよね。ダハハ。はい。カンカンカンカーン。もう圧倒的。おいしょー。もう弱すぎる。お前のせいや。あれ、ちょ、あー、ディベートできてないで、こいつ普通に俺らの弱みを言ったらお前ら勝っただけやで。キングジョージ。こんなお金の集まりと試合、興味ありません。はい。またなんか、やってほしい議題とかあれば、皆さんコメント欄に書いてくださいね。え、お前ら、それで終わろうとしてる？終わるよ。おい、ちょっとお前ら負けたもんな、名前悪いって言ったっけ？なんかしようか？うん。うん、なんか、コント、キングの二骨入り反応。おいそれはやめんかい。ハンの実際の様子。はい、ジョニー、ちょっと、そっとおっといてな。やろうやろうや。行くで、行くで、行くで。行くで。行くで。これ、言ったのだわ。マシマシ地元のみんな、ゆえが今3回に行った。お前、